ちは、こんばんは。ココアートチャンネルへようこそ。前回はこの後ろにある顔柄のテキスタイルを紹介しました。このテキスタイルはこの色とこの前紹介した赤とブルーと3色展開なんですけれども、同時に発売なんですけれども、もう一つ花柄のテキスタイルもデザインしました。それはなんと6色展開なんですけれども、ここでちょっと6色全部持ってこれなかったんですけれども、こういう柄のテキスタイルです。わかりますでしょうか。すごい爽やかな花柄なんですけれども、一足早く春をお届けしたくて、これはよくご覧になるとほとんどつぼみばかりで構成されているテキスタイルになるんですね。このテキスタイルにもテーマというかコンセプトがありまして、ここに引っ越してくる前のアトリエの近くで幼い命がネグレクトによって奪われてしまう事件があったりとか、あと大震災があったりとか、虐待のニュースなんかにしたら、同じ地域にいて私は何事もなく日々の生活を送ってて、その一方で知らないところで幼い命が亡くなったんだなと思ったら、なんか私自身すごくなんかゾワゾワするものがあって、なんか本当にショックだったんですね。それと同時に大震災の時もそうでした。テレビではたくさんの人が亡くなってて、住んでるとこが違うっていうだけで、一方は本当に大変な思いをされてて、一方では普通な暮らしがそのまま続いている、なんかその表裏みたいなところがすごくなんか私自身ショックでもありましたし、なんか自分の転換期というか、作品にとっても私の考え方にとってもなんか大きく価値観が変わる、そんな瞬間だったと思います。このつぼみのテキスタイルはそんな感じで、本当にまだつぼみのままで、これから未来がたくさんあった小さな命たちが亡くなったっていう現実を、私自身もなんかやっぱり作品とかそういうことにして残していきたいなっていう思いがあって、そういう思いをテキスタイルでも残したいし、なんか最後のテキスタイルにこういうふうな思いを込めたかったなって、そう思ってこのテキスタイルをデザインしました。それではちょっと6色全てを画像でお見せするとともに、デザインのコンセプトを皆さんとシェアしたいと思います。どうぞ。テキスタイルのタイトルはフューチャーブルーム、未来に咲く。これから花開くはずだったつぼみが未来の開花を祈りながらも散っている様子を表現しました。未来に向かって生きるということは、ある意味死に向かって生きているということ。花開き散るのか、枯れて散るのか、つぼみのまま散るのか、何が幸せで何が不幸かなんて結局自分にしかわからないけど、幸せや不幸の価値観も人それぞれ千差万別。物事には表裏があり、かつ多面的で、安全の隣に危険が存在していたり、顔は善人だけど心は悪人だったり、生きていれば人を信じられなくなったり、自分を否定してしまったり、それでも生きていかなければならないのなら、時に逃げたっていい。自分の心地よい別の場所を探して旅に出かけたっていい。開花の季節も、花咲くペースも、散る時も、その花それぞれ。つぼみを無理やり開いても、綺麗な花は絶対咲かない。開いてしまえば、他の花が美しく見えたり、他の場所がよく見えたり、他の季節に憧れたり、散るのが怖くて花開けないことだってあるだろう。ありのままを受け入れるということは、時に残酷で、でも時にとっても純粋で、種の段階でどんな花になるのか決まっていても、咲き方は自分で決められる。花開き咲き誇って散る花、咲き乱れ枯れて散る花、開くことなくつぼみのまま散る花。つぼみの時に切り落とされたら花開くことはできない。つぼみのまま散っていった花たちは、汚れを知らないまま美しいまま散っていったそのつぼみは、空の色も地面の匂いも知らないまま、自分がどんな花なのかもわからないまま散っていった。偽善者と言われようが、世の中の切り落とされたつぼみを全部拾い集めて、そっと水に浮かべたい。そのつぼみたちは、きっとこの世のどんな花より美しかったに違いないから。
せめて水に浮かべてほんの少しでも開かせて、その残像を記憶に留めたい。次、好きな場所で好きな花に生まれることができる魔法をかけてあげたい。つぼみのまま散っていった花たちは、咲き方さえも散り方さえも選べなかった。ありのままがどんなに残酷でも、咲いて咲いて咲き乱れ、散るその時に後悔のないように覚悟を持って咲こう。咲き方は散り方、覚悟を持って咲く花はどんな花より美しい。そのつぼみは一体どんな花になるのだろう。はい、と画面が変わったら先ほどのテキスタイルになっています。スタッフが貼ってくれました。こうやって見ると分かりやすいですよね。上の方にデザインのお花がたくさんあって、下に来るに従ってお花がだんだん小さくなってくる、こういうなんかバランスも楽しんでいただきたいなと思ってデザインしました。一見見るとただお花のつぼみのテキスタイルに見えると思うんですけれども、このテキスタイルには今お話ししたそんな思いがあります。前回紹介した顔柄の作品柄のテキスタイルとこの花柄は同時発売ということで、この2つのテキスタイルをもって私と日の出屋さんのコラボレーションは終了ということになります。本当に毎回楽しみに待っていてくださった皆さんには本当に申し訳ない気持ちでいっぱいなんですけれども、またこういうコラボレーションの機会があったら私は積極的に引き受けていきたいなって思っています。また何かあったらココアートチャンネルとかブログとかホームページでもお知らせしますので、これからも私のコラボレーション何かありましたら応援してください。日の出屋さんとのコラボレーションは終了なんですけれども、このココアートチャンネルではしばらくの間こうやっていろいろなテキスタイルを背景に動画をお伝えしていこうと思っています。はい、というわけで今日は前回に引き続きつぼみ柄のテキスタイルを紹介しました。コンセプトを知ったらまた違って見えてくるのではないでしょうか。それではまたココアートチャンネルでお会いしましょう。ココアートチャンネル、ぜひチャンネル登録お願いします。私のプロフィール写真をクリックまたはタップしてください。おすすめ動画もクリックタップで直接ご覧いただけます。それではまたココアートチャンネルでお会いしましょう。ありがとうございました。